bello sta sbudo。まあ、本当にあのストラスブルゴさんというお店で一番最初に僕のイタリアファッションの、まあ、原体験があるかなというふうには本当に思ってます。ダンエレガントアルケジュアルチェトゥットアンケレスカッティエレガントスニーカーズママミーベリッシュスタスブルゴイネイネ。僕があのレオンに入ったのが約20年前なんですけれども、まあ、その時に一番最初に当時の自分の先輩に教えてもらって、まずはここのお店に見に行きなさいと言われたのがストラスブルゴさんでした。当時のストラスブルゴの、バイヤーの方とかそういった方にもいろいろと、イタリアンファッションみたいなものを教わってて、一番最初に僕のイタリアファッションの、まあ、原体験があるかなというふうには本当に思ってます。そうですね、サルトリオは自分の中で記憶に残ってる、ブランドの一つで、やっぱりあの、ね、キートンという最上級のブランドの弟分的な存在で、僕が初めて知った時から遊びを、ね、聞かせてるブランドだなというふうに思ってまして、まあ、あのクラシックからの、派生ではあると思うんですけども、非常にこうなんか若かった僕が、ちょっと着たいなと本当に思わせるような遊びの効いたブランドと記憶してますね。スタスブルゴいいね。やっぱりおしゃれ何でもあります。すごい、うわうわ、これいいな、やっぱり買わないといけないな。クルチャーにもすごく思い出に残っているブランドで、まあ、なかなか、ね、僕も買えなかったんですけれども、頑張って買わせてもらった時にやっぱりあのカシミヤの良さ、例えば他にシルクとのコンボの良さ、素材の良さっていうものをですね、クルチャーニには非常に学んだなというふうに思ってます。最近ではですね、インスピンクとあとはジーニックといった日本のブランドもですね取り入れていらっしゃるようで、僕もたまに見に来てるんですけども、あのストラスブルゴさんのこう幅の広さっていうんですかね、非常にこう見てて面白いラインナップが揃ってきたんだなというふうに思ってます。Dal prossimo anno troveremo qui a Strasburgo Gabriele Passini